さあ続きまして茨城食と農のポータルサイトうまいもんどころのコーナーです。イエス。毎週金曜日のこのコーナーやってまいりました、はい、このうまいもんどころでは、うん、味わってみなきゃわからない贅沢な願いを叶える太っ腹コーナープレゼントキャンペーンが更新されております。毎回茨城の美味しいものをプレゼントしていますが、うん、今日から始まるプレゼントはこちらです。おじゃん、こちらおくくじもぎたてりんごジュースです。美味しそう、すごいこの色がね、本当に、ま、に黄色、まさに旬、旬のリンゴそのものっていう感じですよね、うん、はい、この大子町なんですけれども、うん、県内最大のリンゴの産地でありまして、はい、9月下旬から12月上旬のリンゴの旬の時期が来ますと、数十軒に及ぶ市内のリンゴ園からなんとリンゴの甘酸っぱい香りが漂ってくるそうなんですよ。わー、綺麗になってますな。綺麗ですね、うん、リンゴ園がたくさんある大子町ということで、はい、アップルパイを代表にリンゴを使った特産品も盛りだくさんなんです、うん、今回のプレゼント商品でありますおくくじもぎたてりんごジュースもその一つになっておりまして、美味しいりんごをたっぷりと使用した 100% 天然果汁のジュースということで、りんご 100% ですって。なんかもうよだれ出ちゃいますね。今もう口の中で想像してみた、口の中ね、りんごの味いっぱいですよね今、うん、もう、ああもう鼻の奥の方にもリンゴの香りがね、ね、リンゴの香りもしてきそうな感じですけれども、うん、こちらまた提供元の大ごみランドさん、うん、こちら地元の生産者が栽培している作物や手作りの加工品、自然豊かな大ごの山々に育まれた山菜なども販売しておりまして、うん、なおかつ生産者のお顔が見えるので安心安全で旬のもの、珍しいものにこだわりが集う農産物直売所となっていることなんですね。なるほどね。はい、リンゴジュースお好きですか、ジェームスさん。大好きです。大好きですか。僕結構 100% の、はい、いわゆるそういうフルーツジュースっていうんですか、はいはいはい、必ず冷蔵庫に入れてるんですよ。あ、なるほど、うん、こうね、悪くならないように。そう、うん、リンゴジュースね、え、今アップルパイ食べながらリンゴジュース飲んだりしたらもうリンゴ尽くしでね、いいですよね。はい、うん、こちら改めまして今回は大ごみランドから、はい、おくくじもぎたてリンゴジュースを3名様にプレゼントいたします。応募期間は本日11月14日の夕方から11月24日までとなっております。この機会にぜひご応募ください、うん、そしてこちらうまいもんどころ茨城食と農のポータルサイトでは茨城の旬の食材や県内の直売所の情報、そして美味しいお料理のレシピなど茨城で作られた農林水産物についての情報をたっぷりとご紹介しております。皆さんぜひご覧ください、はい、以上うまいもんどころのコーナーでした。